皆さんこんにちは。横浜にある栄シャローム福音教会の小山英二です。今日は9月14日、聖書箇所はエゼキエル書2章1節から10節、神への恐れが不安を追い払います。エゼキエル書2章1節から10節。その方は私に仰せられた。人の子よ、立ち上がれ。私があなたに語るから。その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。その時私は私に語りかける言葉を聞いた。その方は私に仰せられた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に使わす。彼らもその先祖たちも私に背いた。今日もそうである。彼らは厚かましくて堅くなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに、神である主はこう仰せられると言え。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、彼らは彼らのうちに預言者がいることを知らなければならない。人の子よ、彼らや彼らの言葉を恐れるな。たとえアザミと茨があなたと一緒にあっても、またあなたがサソリの中に住んでも恐れるな。彼らは反逆の家だから、その言葉を恐れるな。彼らの顔にひるむな。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、あなたは私の言葉を彼らに語れ。人の子よ、私があなたに語ることを聞け。反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開いて、私があなたに与えるものを食べよう。そこで私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。一節の神様の言葉を新共同訳ではこのように訳しております。人の子よ、自分の足で立て、私はあなたに命じる。原文を直訳しますと、アダムの子よ、立て、あなたの足で、私は語ろう、あなたに。立つときに自分の足で立つというのは当たり前の話でありますが、私の心にすごくこの言葉がとどまりました。誰か立たせてくれないかという依存体質ではなくて、自分の足で立つという意思は大事なのだと思うのです。考えてみますと、福音書の中に誰かが助けてくれるのを38年間も待っていたという人物が登場します。イエス様はこの人にこのように言いました。さあ立って、床をたたんで家に帰りなさい。千代葉先生こと榎本康郎先生がこのように言っております。神の言葉というものは座るために語られるのではなく、立ち上がるために語られるのである。今までの生活と何も変わらない座ったままの聞き方は神の言葉を聞いたことにならない。今日神の言葉を聞いたなら変えられていかなければならない。もっとも神様は
ただ立てと命じられただけではありませんでした。二節にこのように記されております。彼が私に語り始めた時、霊が私の中に入り、私を自分の足で立たせた。つまり神様はただ自分の足で立てと命じただけではなくて、自分の足で立ち上がるための力も与えられたというんです。神様は命じられるだけでなく、できるようにしてくださるお方であります。神様が語られたことは神様が成してくださいます。もし神様があなたの敵を愛するようにと命じるならば、そのための力を神様は与えられます。もし神様があなたの兄弟姉妹を許すように命じるならば、そのための力も神様は与えられます。神様は目標だけを与えて幸運を祈ると言われるようなお方ではありません。神様は御言葉とともに聖霊を与えてくださるお方であります。榎本先生はさらにこのように言っております。私たちが全く受け身になってしまうのではなく、それをしっかりと受け止めていくとき、神の言葉が私の内に働いて、人知では到底計り知ることのできない神の技が始まるのである。クリスチャンの素晴らしさは、人知をはるかに超えた神の力によって生かされていくこと、神の創造によって新しく作り変えられていくことである。エゼキエルは神に背を向けていたイスラエルの民に使わされた預言者でした。岩波訳では、私に反抗した反抗の民と訳しております。4節を見ていただきますと、リビングバイブルでは、彼らは恐ろしく強情で頑固者だとあります。つまり神様がエゼキエルに語った内容はワクワクするような内容ではなかったわけであります。それでも、私は神である私の言葉を伝えるためにあなたを使わす。だが忘れるな、彼らは反逆者なのだ。しかし彼らが聞こうが聞くまいが、少なくとも彼らの間に預言者がいたことだけは知るだろう。塵の子よ、彼らを恐れるな。どんなに彼らの脅かしが効いてトゲトゲしく、サソリのように突き刺してもびくともするな。嫌悪な顔つきをされてもたじろぐな。彼らは反逆者なのだ。彼らが聞こうが聞くまいが、お前は私の言うことを語れ。もっとも彼らは骨の髄まで反逆者だから、聞きはしまいが。このようなことを言われて喜んで出ていく人というのはまずいないと思います。どうせ出て行って話すならば、自分を歓迎してくれるところに行きたい、それが正直なところではないでしょうか。自分の言葉に耳を傾けてくれる人々に話すというのは、そんなにしんどい話ではないわけです。しかしエゼキエルが言って話さなければならない人々は、聞こうともしない、いや嫌悪な顔つきをされるかもしれない人々だというんです。しかもその語るメッセージは警告、悲嘆、審判の宣告だったというんです。それでもなおエゼキエルを動かしたのは何だったんでしょうか。その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私の内に入り、私を立ち上がらせた。神の御言葉と聖霊がこの困難な使命へとエゼキエルを動かしていたというんです。そもそも神様からの使命に生きるということは簡単なことではありません。ナウニア国物語は C.S. ルイスが教会学校の生徒たちに書いた話であると言われております。イエス様の象徴であるライオンのアスラに関して、ルーシーという登場人物がこんな質問をします。アスランは安全な方？
するともう一人の登場人物がこのように答えます。いいえ、王ですから。でも良いお方です。神は偉大な方、力強い方、病を癒し必要を満たす力あるお方です。しかし私たちの召使いではないんです。それでも私たちは自分たちが思うように神様が働いてくださらないとその力に満足しないということがないでしょうか。いや、自分たちの願うように神様がその力を用いてくださらないと腹を立てるわけです。なんで私の目の前で信号が赤信号になるんですか。青信号になるべきでしょう。なんで駐車する場所がないんですか。駐車できるスペースがあるべきでしょう。神様、これでは私のお心が叶わないじゃないですか。私たちは自分たちのお心が行われるためにではなくて、神の御心を行うために今生きているんです。いかがでしょうか。神様にはいと、神の御心を行うことに従っているでしょうか。私の尊敬する信仰の偉人の一人にジム・エリオットという人物がおります。彼はとても優秀な若者でした。彼は4人の若者たちと一緒にエクアドルのジャングルに住むアウカ族という首狩り族の宣教のために命を捧げた宣教師であります。彼が宣教師としてジャングルに行くということを聞いた人たちは皆気が狂ってる、愚かだと言いました。もっと社会で成功する道を歩むべきだと。しかしジム・エリオットはこのように言いました。永遠を得るために限りある命を与えるものは愚か者ではない。常識的に考えれば彼らがしていることというのは気が狂ったことであったかもしれません。実際彼らはみんな殉教してしまいます。しかし彼らの死を通してアウカ族という首狩り族はイエス・キリストに出会い変えられたんです。祈ります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。あなたが与える使命に生きることは簡単なことではありません。あなたの御言葉と聖霊によって自分の足で立ち上がることができるように助けてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。